皆様こんにちは、コンタローです。よろしくお願いします。今回はまた前回に引き続きレオパ長生きの鉄則その第3回目となります。第3回目は、まあ、7番から始まりだね。7番、水と脱皮不全と湿度で、レオパに関して、脱皮不全はよく聞くトラブルの一つです。というかね、ヘビやヤモリなんかの古い皮を一枚脱ぎするタイプの爬虫類にこれ多いんですよね。でまず爬虫類の脱皮の仕組みと、脱皮不全の理屈ですね。で爬虫類は古くなった皮膚を、脱皮によって脱ぎ捨てることで新しい皮膚に更新します。でこれがね、成長に伴うものだとか角質を更新するだとかいろいろ言われてるんですけど、実際にはねケラチン層を生産タイミングにまつわる新陳代謝の一環だと言われています。で脱皮の時、まず古くなった角質の下に体液がにじみ出ます。でその体液があらかた全体にこう行き渡って、新しい皮膚と古い皮の間にこう隙間ができるんですね。で隙間ができたら、一度そのにじみ出た体液がまた体の方に吸収されます。で、多分ねここらのタイミングで、新しいケラチン生成を始めると思うんですけど、歯切れが悪いんですけど、皮膚研究の専門家ではないのでこれはご容赦ください。あくまでね、経験に基づく意見です。でこの体液分泌がうまくいかないと脱皮不全が引き起こされる恐れが高くなります。体液は体の中から染み出てくるもんなんで、体の水分が足りないと必然的に体液の分泌もうまくいきません。つまりまずは水の摂取をしっかりさせましょうということです。水ですね。で爬虫類はね、かなり乾燥に耐えられる体の作りをしているせいか、かなりの期間水を飲まなくても生きることは可能です。ゆえに古い水はあんまり飲みたがらない水グルメなものが多いです。で哺乳類は体の熱分散にねかなり水を使うんで、少しぐらい古い水でも死のもの言ってられないで飲むんですけどね。で爬虫類はね、少し古くなっただけで、嫌だいらない飲まないなんてことになっちゃうわけです。で水は、結構頻繁に変えた方がいいです。最低でも3日に1回ぐらいは変えましょう。で餌付きの悪いヘビを食わせるポイントも水で、ほっといてストレスかけないようにしながらも毎日水だけは変える、これ結構大事なんです。で特にレオパも含む乾燥地域の爬虫類とね、あとほとんど地上に降りないタイプの樹状性のものに関しては、湿った空気から結露したような水分とかね、雨水とか古くなりようもない水がデフォルトなんで、これ古くなった水っていうのはねものすごい抵抗感があるわけです。でこれね野生個体で特に顕著なんで、繁殖レオパではそこまでではないんですけど、でもまあ新鮮な水にして良くないということはないですよね。で湿度の高い場所っていうのをこういうふうに作っておくっていうのは、この脱皮の部分にもちょっと絡みます。で古い皮は表面にケラチン層もあるんで、普通は外からこう水分を吸うっていうことはないんですけど、この辺りのことはね、あの脱皮トラブル用のスプレー販売してる会社さんのねホームページに結構詳しく載ってたと思います。でもまあね、こう湿度が高い場所があると、あの呼吸器なんかで失われる水分っていうのを最小限にするという効果はあります。で全体が乾燥していると意外と呼吸器疾患とかにかかりやすいですね。で特にうちみたいにこうやって赤玉とかで飼育してると、で結構粉っぽくなりすぎちゃってね、でこう鼻の中が詰まったりすることがあるんですよ。でそれもね、湿度が高い場所があると結構防げます。逆にね、ケージ全体がこうびっちゃり湿ってる感じになると、これは皮膚疾患の原因になりますね。
例えばね、西ヤフなんかはレオパより全体的に多湿な環境の方がいいんですよ。これをレオパに長期間当てはめると、大抵この腹側とか顎の下とかそういうとこ、あと指先ね、でそういうとこにね結構こう潰瘍というか炎症が出始めるんです。でレオパに関しては面はあくまでこういう風に乾いてて、で一部分ウェットで、メインはドライで一部分ウェットというのが理想だと思いますね。はい、じゃあ続いて8番目、餌の与えすぎに注意。次はね、一番重要とも言っていいぐらいの餌ですね。でレオパはね、厳密には荒れ地の生き物で、真の意味の砂漠の生き物ではないんですけど、生態的にも形態的にも乾燥と飢餓にかなり耐える性質を持っています。でまずね、食べ物があるときはどんどん溜め込んで、この尻尾とかね、でこういう脇の下とかそういうとこに脂肪を溜めてって、で餌がない時期なんかにこの溜め込んだ脂肪を使ってじっと我慢する。なので一年中四六時中餌がたんまり与えられるような環境だとすぐ太りすぎになっちゃいます。特に飼育下の大体こう狭い環境で飼われている個体だと、運動不足にもなっちゃって痩せではありえないぐらいこう太りすぎてしまうことがあります。まずね、尻尾がこう太くなって脂肪を溜めますよね。でその次この脇の下にね、こう脂肪を溜めるっていうかね、膨らんでくるんですよ。でそれがね、さらに長時間続くと今度はね、肝臓にもね脂肪が乗って脂肪肝の状態になっちゃうんです。こうなると肝臓が腫れて、内臓圧迫しちゃって、で血中脂肪酸も上昇して、ありとあらゆる健康不良が続出します。レオパが早死にする一番多い例はこの太りすぎによるものじゃないかと思ってます。しかしまあね、餌を食べる姿ってのは面白いしね、で結構太った姿ってのは可愛いしね、で確かに餌をやりすぎてしまう気持ちっていうのも分かります。そこでね、うちは季節性の挙食器を使って餌やりをこうまばらにする、で結構ねサボってまばらにするっていうことで体脂肪を調整してます。レオパはね、爬虫類ですし、今話したように、先に話したように結構、過酷な環境で生きる生き物なんで、毎日餌を与える必要はないです。普段にね、食欲がある時期には3日に1回ぐらいの餌やり頻度で、まあそれ以下でもいいんですけどね、4日か5日ぐらいに1回っていう感じでもよかろうかなとは思います。で絞ろうかなと思う1、2ヶ月前ぐらいからこうだんだんね、一気に太らせちゃうんですよ。で今ちょっとこれ太ってる状態なんですけど、でこの時期はね、毎日餌やっても大丈夫です。でそのうちね、尻尾も越えてだんだん太ってくると、なんかねすぐ餌見せてもすぐ食べようとしないっていう感じになってくるんですよね。でそういう感じになってくると、うちではねおよそ1ヶ月ぐらい餌やらない時期っていうのがあります。でそういう時期にね、これはうちのパターンではあるんですけど、絶食時期をねこう大体こう真夏の頃に持ってくるんですね。でそうするとちょうどフィルムヒーターのね電源も切れるんで、ちょうど熱死にもなりにくいと思います。でオーバーヒートの恐れも結構なくなります。ただね、これ夏にエアコンかけて飼育している方っていうのはね、これは真似しない方がいいですね。でそもそもの話なんですけど、うちではこうやったとか、あそこではこうやってるとか、そういうのが実は飼育している環境が全く違う以上、全然通用しないことっていうのがよくあります。だから結局身も蓋もないんですけど、飼育のスタイルっていうのは自分で探りながら見つけていかなきゃいけないんですね。でこういう飼育アドバイス的なものは
基本的基礎的な部分だけチョイスしていただいて、そういう部分だけ頭の片隅に置いといて、困ったり悩んだりした時に、あ、そういえばああいう話もあったなとか、こういう例もあったなっていうぐらい、そのぐらいの程度に活用してもらえればいいかと思ってます。で、話は戻りますけど、うちはそんな感じに人工的にこう絶食期を作り出すことで肥満問題を解消してます。そこまで過酷な飼育はしたくないという方は、もうちょっとソフトな波でやってもよろしいんじゃないでしょうか。まあ、例えば普段に3日に1回餌やってるのを1週間に1回の期間にしてみるとか。ただね、生理機能っていうのは使ってないとだんだん退化するんで、で、私はね、こうレオパの尻尾がここに太る状態っていうのはやっぱり好きなので、まあただ太らせたり痩せたり、だそういう状態を作ってなんぼかなっていうのは思ってますね。